アサバスカ湖の位置、アサバスカ湖とは、北アメリカ大陸の北部に存在する湖の一つである。アサバスカ湖は、おおよそ北緯59度、成形110度付近に広がっている。面積は、約7850平方キロメートル、最大水深は124メートルで、貯水量は、約204キロ立方メートルの東西に長い、形状の湖である。この場所は、 カナダのアルバータ州の北東の角と同じくカナダのサスカチュワン州の北西の角にあたり、このアサバスカ湖はこの領州にまたがっている。そしてこの領州にとってこの湖は最も深くて大きな湖であり、その大きさはカナダ全体で見ても8番目に大きな湖である。アサバスカ湖の水面の標高は約213メートルであり、湖の西端部には 南からアサバスカ川が流れ込んでいて、同じく西端部から北西へ、スレイブ川へとつながる川が流れ出している。そして、スレイブ川は、クレートスレイブ湖へと注いでいる。この他、アサバスカ湖には、フォンドジュラックリバーが流れ込んでいるなど、他にもいくつか関係する河川が存在する。なお、湖なの、アサバスカというのは、クリー語で、 次々と植物が生えている場所といった意味であり、要するに何種類もの植物が見られる場所ということであるという説と、それとは別に、アサバスカはクリーコで足の生えている場所という意味で、つまり足の生えるような水辺であるという説も存在する。この他特筆すべきこととして、アサバスカ湖はかつてグレートベア湖、グレートスレイブ湖などと繋がっていたと考えられている。 かつては、これらの湖すべてを覆うマッコーネル湖が存在したとされており、これらの湖はマッコーネル湖の残砂と考えられている。このため、これら三つの湖は、姉妹の湖などと例えられることもある。アサバスカ湖の北岸には、ウランの鉱山や、金の鉱山が存在していたものの、これらは1980年代までにすべて閉鎖された。しかし、この鉱山での再興のために、 アサバスカ湖の北岸付近はひどく汚染されてしまった。カナダのアルバータ州にはアサバスカ山という山が存在しているものの、このアサバスカ山のアサバスカはアサバスカ湖の名称を単に引用して命名されただけのことである。参考までに、琵琶湖は最大水深こそ104メートルとあまり変わらないものの、その面積は約671平方キロメートル程度。 したがって、アサバスカ湖の面積は、琵ワ湖の11倍以上である。このような大きな湖なので、北緯59度、西経110度付近と大雑把な書き方をしている。なお、貯水量に関しても、琵ワ湖は約27.5キロ立方メートル程度に過ぎない。アトラスオブ。 アルベルタ・レイクス、レイク・アサバスカ・アーカイブド2011年9月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、エドモントン、ユニバーシティ・オブ・アルベルタ・プレス、ISBN0 から88864214派、プライト、ウィリアム、ネイティブ・アメリカン・プレイス、ネイムズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステ d ツ、P52 ノーマン、 ユニバーシティオブオークラホマプレス ISBN0 から8061から 3576X653019644? 荒川秋夫。世界一名語現辞典 P6 古今書院2003年3月1日。発行 ISBN4 から772240411プルイル e c After the ice age The リターンオブライフ2グレイシーイーテッドノースアメリカ、P193 ユニバーシティオブシカゴプレス、ISBN0226668126。ありがとうございます。